安芸高田氏が、はいはい、その議会と対立してるよっていうのを見たんですね、うんうんうん、僕は初めこれは、はい、ただ単に議会側の方々が、うん、まあ、老害っていう立ち位置で、はいはいはい、でそれを新進気鋭の、うん、ああこれの対立ねぐらいでしか、はい、頭の片隅もう目のこの辺で見てただけ、うんうん、なんか詳しいことは知らなかったんですけど、はい、まあ、なんか機会にと思って、うん、INTJ さんのコメントを見ながら動画を聞いていました、うん、はい、でじゃまずそのコメントだけ先に紹介させていただきますね、はい、KA さんからいただいたコメントで、はい、その INTJ さん問題解決に感情が必要ないっていうのをおっしゃった方がいて、はい、うん、それがすごいよくわかると、うん、問題解決に感情は必要ない、うん、はい、これは石丸市長も言ってることなんですけど、はい、ロジックが先行すべきだ、わ、うん、かりますか、もう一回言いましょうか、はい、っていうのがよくわかるよって言ってて、うんうん、INTJ として問題の本質である物事に目が向いていますと、うん、お二人がこの話されている問題によっては、うん、ある人の感情が問題になっていることについて、うん、例えばある人の感情的に納得できなくて怒っていることがあると思いますと、うん、そのある人も何らかの理由を話していると思いますが、INTJ としては、うん、その時にその人の感情には目があまり向かず、うん、話している内容、うん、この人は何を言っているのか、うん、っていうことに目が向いています、うん、でこれを本質と言っていると思いますと、話している内容を本質と言っていると思いますと、うん、その本質に対して冷静に思考してどうなのかを考えて INTJ は問題解決を図ろうとしています、はい、その時に感情的になっているある人の多くは話している内容、うん、本質はあまり重要ではなく、うん、自身の納得できない感情表現の一つに過ぎないと思いますが、うん、INTJ としては言葉にされた内容が問題内容だと捉えているので、うん、双方の問題としているポイントにズレが生じることはよくありますと、はい、INTJ が本質について冷静に対処していくと、うん、感情的なある人は全く別の理由などを話され自身の納得できないっていう感情の説明を行おうとしますが、うん、内容としては支離滅裂になっていくと感じていますと、はい、で INTJ としての発言の一つ一つの内容が頭の中で全て結びついているので発言内容の整合性が取れていない、うん、その部分を指摘したくなりますと、うん、その時にもある人がどう思うかっていう感情には目を向かず、うん、なんとなくどんな反応になるかは分かっている、うん、こともありますが INTJ にとって問題として捉えているのは内容、話している、まあ、これが本質としているので、はい、本質なのでどこまでもブレずに問題解決を図ろうとします、うん、このため感情的になると支離滅裂になってきてしまい理由ではなく自己を正当化させるための発言に終始されてしまうため問題解決には不要と感じていますと、うん、INTJ の問題解決とは感情ではなく物事の本質に向けてどう判断しているっていうためイメージとしては裁判の判決に近いかもしれないと、まあ、裁判のやり取りなんですかね、うん、補足として、はい、KA さん補足として、うん、二藤平さんの発言では INTJ は上から物を言ってるように感じたりしていると思いますが、うん、感情的に上から話そうとか、うん、見下して話そうっていう気持ちはなく物事に目が向かないので誤解なく受け取ってもらえると嬉しいなと思います。 INTJ を少しでも理解していただいたら嬉しくてコメントしていただきましたというところで KA さんありがとうございます、はい、っていうこの書き方ね、うん、まあ理解してますよって話ですもん、はい、もう一個コメント言いますね、はい、ユミコさん、はい、という方からいただいたのが、うん、自分は INTJ だと思っています、はい、価値観が違うからお互いイライラするのは分かりますし、うん、私は分かり合えるとは思っていません、うん、お互いイライラした時に少数派の INTJ が変わり者扱いされるだけ、うん、建築家と呼ばれるので、うん、建築物で例えると
家一つ見ることで家一つで見てるところが違うから、はい、INTJ はおそらく間取りや骨組みなどの構造部分しか見ていませんと、うん、人の動線による建物の使いやすさが最も重要です、うん、でも他のタイプは壁紙かっこ感情がどうとか、うん、照明言葉がどうとか、うん、何とでもなるようなことを、うん、あいつだったこれ脚色したらダメですねはい、はい、すいません、何とでもなるようなことを先に言い出すのです、うん、まず家の構造を考えれば、うん、全て解決して、うん、その後に装飾を考えればいいと思っているので、うん、他のタイプをバカにしたり、うん、ないがしろにしているわけじゃない、うん、解決できるように考えている、うん、ただ F を理解しても重要視してないだけなんです。これで意見合ってますか、わかりますっていうか同じことですよね、 F の言ってることと。で、うん、まあ、僕はこれに対して、うん、まあ、これで意見合ってますか、わかりますっていうこの一行いりますかっていうコメントを返したんですけど、うんうん、僕はこの阿紀高田氏の市長の話を、うん、とか議会との対立を聞きながら、はい、うん、この INTJ のやり取りを見ていて、うん、あ、この市長は INTJ か、うん、っていうのがあってきて、うん、取り上げたいと思ったんですよ、うんうん、というのは、うん、今 INTJ さんのコメントを2つ読みました、はい、で僕この2つは、1つは、うん、どちらかというと二藤平さん、あなたの気持ちよく分かってますよっていう、うんうん、若干私のことを見てくれてる人、はい、見てくれてる INTJ、はい、と分かり合えないのは分かってるんです、うん、分かりますっていう言い方の INTJ が2種いるんだなっていうふうにこの意見をまとめながら、はい、なんとなくこの INTJ さんをボンって2つに分けたんですね、はい、そうした時にこの市長はこっち側分かります二戸さん、はい、もうあれでも違う気はするんですよね、あっていうのを今日やりましょうと思って、はい、うん、違うというのはどの辺が違うと思いました？違うっていうか INTJ さんの説明でいくと、うん、それは別に嫌味でも何でもなくて、うん、分かりますって本当に聞いてるだけ、あ、僕のこの分かりますっていうこの、うん、ちょっと色をつけたのが違う、うん、違う、ただ本当に分かってますかっていうのを確認してるだけで、それを、うん、なんか嫌な感じに受け止める、そうですね、うん、なんかね、いやこれは分かるよ、うん、書いてることは分かるよ、うん、っていう感じにはなります、うん、で、あの市長は、はい、あえて煽ってる感じで分かりますって本当にあ、なるほど、そう、隊長がおっしゃってるのは、うん、INTJ ではないっていう感じ、はい、受け取り方をされた、いや、まあ、INTJ ではないとは言わない、あー、なるほど、あ、僕 P ですからね、あ、そうですか、その言い方が隊長っぽいですね、なるほど、はい、っていうところで、はい、うん、で、僕は今日このパリピニ東兵、パリピニ東兵っていう言い方がまだちょっと伝わらないかもしれないんですけど、はい、僕はこれを見ると解決したくなるんですよ。何を解決ですか？問題が起きてるじゃないですか。何の問題？要は市長と議会の対立ですよ、はい、それを見ると僕はなんか僕が解決しなきゃになるんですよ。何を解決するんですか？対立をなくす、そう、その対立をなくすのはどういう方向へ、仲良くしましょうっていうのが多分またタイプが出るんでしょうねっていう、はいはい、ところが話し合えるのかなと思ったんですよ、うん、戦争コンテンツ、いやっていう人もいるかもしれません、はい、白黒はっきりつけるべきだっていうのかもしれませんし、はい、なんでここは今日皆さんこの今見てくださっている方は、はい、皆さんがみんな、うん、パリピなんとかなんですよ。パリピ孔明ならぬパリピ二等兵なのか、まあ、二等兵孔明って言った方がいいのかいや、まあ、そこはいいですよ置いといて、いや皆さんがどう解決しますっていうのを、うんうん、例えば市長側に入った時だったらどう解決するのか、はい、いや議会側の方にパリピ二等兵として入るならどう解決するのか、確率ですよね、はい、確率の話鉄の急になんか鉄の匂いがしましたね。この市長側に入ったら、はい、相手をどう叩き潰すかを考えるって話ですよね。あ、隊長はそう思いましたか。まあ叩き潰さなくてもいいんですけど、はい、自分の意見を叩き潰す方が通るんだったら叩き潰す方に行くし、はい、仲良くする方に行くんだったら仲良くする方に行くしっていう、くしくも
あのアベマニュースも私は結構見ました、はいはい、あの定例会見も2つ見て、はい、石丸市長による、はい財政説明も見て、はい、結構見たんです。アベマニュースも見て、うん、橋本徹元知事との対談も見て、はい、なんかうぞうむぞうが取り上げてるのも見ました、うんうんうん、でアベマニュースの中で、はい、副市長を石丸市長が募ります、うんうんうん、全国で公募で、うんうん年収1200万出します、うん、で公募を出して、うん、それが叩き潰されたんですね、はい、っていう時に、うん、アベマニュースの中で、うん、司会の人が、要は叩き潰されたっていうところで今、はい道の駅に、うん、無印良品を作るっていうのが潰されている、うんうん、じゃあもし、うん、副市長が認められたら、うん、何か譲るつもりはあったんですか、うん、みたいなことを聞いてたんですよ、うん、司会者が、うん、そうしたらその石丸市長は言うんですよ、うんうん、いや副市長が入ったら、うん、フルスイングするだけですって、うんうん、体調と一緒なんですよ。あ、要は潰す潰せるなら確率の話ですよ僕が言ってるのは。なるほど。どっちの確率が高いかの話で、はい、潰す方が高いんだったら潰す方に行くし、で石丸市長はフルスイングするだけですって、うん、おうと思ったんですよ。あの人は確率じゃないですよね。フルスイング全部フルスイングって感じですよね。ああ、そこでちょっと体調とは違うねって話なんですね、うん、あ、そう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 。なるほど、うん、正しいことをフルスイングでやるっていう感じですよね。フルスイングだと言いましたはい、わかんないですけど、ジェスチャー付きで、はい、打ち抜いてましたね。わかんないですけどね、はい、うん、っていうのを見ながら、あ、この人は僕の中では、うん、あまりその人の感情には、うん、まあ市民の方を見てないって意味じゃないですよ。見てる感じはしますもんね。市民のことはちゃんと考えてます。あの20週、はい、これから20年後に秋、うん、高田市がどうなるか、うん、っていう動画を見て、うん、僕はちょっと感動しました、うん、あ、京大を出て、うん、UFJ で戦略を練る人は、うん、こんなプレゼンをするのかと、うんうん、もう有料のセミナーに通う以上の学びを得ました、はい、うん、ちょっとなんかもう不安ですよね若干、うん、プレゼンってことはENTP です。あなるほど、はい、っていうのでちょっとこのお知恵をいただけたらななんて思いながら、うん、はい、